どうも、まじちゃんです。と。はい、ということでですね、ここら最近あの動画の方で、怖いこと起きてますよ、みたいなことをね、注意喚起とか結構してきたと思うんですけども、その時に YouTube の方でですね、こんなコメントが来ておりました。大体読ませていただくと、簡単に言うと、私のことを家族だと思っている人がいると。で、一緒に写真を撮りたいと思っていると。はい。とてつもなく迷惑。そういうお話とかって結構聞き流してしまいがちなんですよ。なんかまあ、そうなんだみたいな感じで思っていたんですけども。すごい鳥肌立ってきたんだけど急に。先日、私、オタ活の方でライブの方に行った時に、お友達がですね、霊感のある子で見ていただいたところ、正解だと。それが答えだと言われまして、本当に気をつけてほしいと。左足狙われていると。ところで皆さん、左足、覚えていますか？そう、松葉杖になっています。あれ、左足なんです。ね、まぐれとはいえ怖いよね。私、家族だと思われていること自体があんまり良くないことではあると言われましたので、離れていただいてもいいです。TikTok の方では何個かお話をしているんですけども、ここまでで何もなかったかと言われたらそうでもなくて、足をずっと触られてる感覚があるっていう何とか話をしてきたと思うんですけども、蜘蛛の巣にかかってるような感覚が、左足にずっとあるんですよ。普通にズボンとかも結構短パンを最近やっぱ夏なんで履きがちなんですけど、短パンしか履いてないからほとんど当たるのは風ぐらいなんですけども、ずっとなんか蜘蛛の巣に巻きつかれてるイメージっていうのがあったりとか、肩がすごい重かったりっていうのはあるんですけど、まあ編集のせいかなって思ってたからね。流してた部分はあるけどね。いろんな場面場面とか、今まで話してきたことの中で、そういうことかって繋がってしまう部分があったりとか、ついてるのが若い男性みたいなことを言われて、まあ簡単に言ったら旦那みたいな距離感の位置を持とうと思われているのかもしれないんですけども、私は旦那さんを作りたいと思っていて、彼氏欲しいと思っているので、できれば、そのね、早めにお祓いを行きたいなとは思っているので、後日ね、お祓いの動画を上げるかもしれないんですけども、どこの出会いかっていうのはなんとなくもう察しているというか分かってはいて、自分がドーナツ屋さんからドンキ移動しようと思ってた時があったんですけど、その時に、ドーナツ屋さんからドンキの間に葬式場っていうのがあるんですね。で、葬儀場で、たまたま、ビューンって自転車を走らせている時に、葬儀場で、ご遺体、やっぱり、亡くなられた方を運んでいる瞬間を見てしまって、わお、悲しいなって思ってた時に、突然、寒気と体調不良が出て、何にも前触れなく、すごい、ほんと高熱が続いて、重たさっていうのを感じたのが多分、まず最初の始まりだったのではないかなと思っています。で、左足の感覚っていうのも、この間でライブがありました時に、黒い影が通りましたっていう話をなんかした時あったと思うんですけども、そこから左足が激重だったりとか、もうなんか、すごいついてんのかなって。はい。もうなんか最近だんだんなんか増しちゃってんのかなって思ってるので、昨日ですね、お祓いの声、いろんなのを調べていたところ、両足掴まれた感覚があり、ベッドの上に寝てたんですけども、両足掴まれた感覚のせいで、寝返りできないっていう。やめてくれよ！せめて寝てる時にやってくれ！本当に、結構ガチめに、最近身に危機を感じているというか、友達からは大事故に巻き込まれないように気をつけて。Oh my god! 気をつけたいと思うんですけども、私の守護神が強いと信じて生活をしていきますが、早めにね、ちょっとお祓いに行きたいなと思います。なんか映りたいって思われてるって話なんだけど、過去のピンプリの動画とかを見てもらったらわかるんだけど、こっち側かな？わかんないけど、開けなきゃいけないっていう感覚ってすごいどっちかに寄ってるのよ。なんか真ん中にいない時が方が多くって、最近は自分が、あ、真ん中寄ってないなっていうのを気づいてたから、真ん中にちゃんと寄って撮るようにはしてたんだけど、寄り切れてない時の動画の方が多いのかなって思うの。よかった。過去の動画を見てもらったらわかると思うんですけども、お祓いには行きたいので、寺のね、お祓いできる方とかで、いたりとか、なんかおすすめの方いたらぜひね、声かけていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、それではこちらの動画が良かったらと思いますので、コメントチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。以上、まいちゅんでした。ありがとうございました。